入り口はあちらになります。入り口はあちらです。今は特にないんですけど、注射の痛みとか後遺症とかもちょっと不安だったんですけど、痛みに関しては今は大丈夫です。福岡市博多区の中央ふ頭クルーズセンター、新型コロナのワクチン接種を予約した人々が天神から出るシャトルバスに乗って次々と接種会場に訪れました。大人の方もいるので、それに移すことも自分も移されないこともちょっと考えて、今回ちょっと打とうかなって思いました。その一方で、ワクチンは打ちますか？ちょっと悩んでます。僕は打たないです。やっぱ悩み中です。番組では18歳から29歳までの108人にアンケート調査。 54% ワクチンを打つと答えた一方、半数近い 46% が打たないまたは悩んでいると接種に消極的な姿勢を示しました。妊娠前の女性はあんまり打たない方がいいみたいな。血栓とかっていう話を聞く。マイクロチップ埋め込まれるとか。嘘だろうなって思うけど、それが本当か嘘かはわからないから。ワクチンをめぐるさまざまな噂。なんか TikTok とかでなんか2年後に死ぬとか。私が見たのは2年後に打った人は死ぬみたいなの。飛び交う真意不明な情報の数々。果たして真相は。ただネズミの寿命ってそもそも1年から2年なので、2年後に死んでて当たり前なんですね。予約してます。すごい。やっぱなるよりマシ。コロナになるよりマシ。やっぱ子供がいるんで、まあ、打つから大変なんで。打つのも怖いんですけど、まあ、マスクをちょっとただ単になんか早く外せる、なんかまた日常に戻ってほしいから。熱が出たりとか、何かこう打った後の症状が出るのが、打ちに行く1日だけじゃなくて次の日も休み取らないといけないかなっていう。将来20年後30年後が心配なので打たない。いや、信じてはないけど、なんかそれも信じてないし、ワクチンも信じてないし、何もあんまり信じてないから。厚労省が新型コロナウイルスのワクチンを承認してからおよそ半年。番組では18歳から29歳までの108人にアンケート調査。半数近い 46% が打たないまたは悩んでいると接種に消極的な姿勢を示しました。ワクチンへの心配や不安が広がっているようです。いろんな友達の意見とか聞くと、筋肉痛とか熱とか、やっぱそういうのがちょっと不安があるので、やっぱ打たないでこうかな。友達で打った人もいるんですけど、腕上がんないとか仕事休んだみたいな。これはワクチン接種後に撮影された写真です。腕が赤く腫れているのがわかります。接種後の副反応です。この副反応は若い人ほど多く見られることが知られています。これも予測されるものであって、しかも期限限定というと変ですけれども、まあ、翌日、まあ、痛くなったり熱が出たりということはある一定の確率で起こりますけれども、まあ、そこをピークにしてだんだん軽くなっていく。感染症とワクチンに詳しい長崎大学病院の森内博之教授です。体の方でしっかりと反応する力、まあ、免疫の力っていうのは若い人ほどやっぱり私たち高齢者に比べると強いので、それはまあ、ちょっとポジティブに捉えることもできると思います。まあ、私自身は仮に自分にそういう反応が起こっても、あ、俺もまだまだ若いんだなということで、ポジティブに受け止めようと思ったのに、残念ながら全然痛みも腫れもなくって、やっぱりもう若くないんだなと、ある意味ではちょっとがっかりしました。まあ、そういうふうに捉えていただいて、私はいいくらいのものだと思っています。中でも、多くの女性が抱えていたのがこの心配。妊娠前の女性はあんまり打たない方がいいみたいな。いや、なんか赤ちゃんできなくなるみたいな。ワクチンと妊娠についてです。女性は妊娠しづらくなるとか、生理が終わった人がもう一回来るみたいな。いろいろもうごっちゃになってます、情報が。
全く根拠のないところから出たデマがあちこちに拡散されているということになりますけれども、必ず妊娠している人にはある一定の確率でトラブルが起こります。まあ、流産もある一定の確率で起こる、生まれつきの赤ちゃんの病気とかもある一定の確率で起こる、まあ、そういう確率をワクチンを接種した後で変化があるかどうかということを見た研究になりますけれども、アメリカの方では3万6000人近い妊婦さんへのワクチン接種の後の調査っていうのをちゃんと先になって報告していますけれども、全く差はありませんでした。ワクチンによる妊娠への影響はデータ上からも全く確認できないとする森内教授。一方で男性に関しては、新型コロナに実際にかかった人は、例えば精子の数とかその精子の運動能力、それが激減することは分かっています。ワクチンを接種した人の接種前と接種した後の精子の数やその運動能力を比べた研究では全く落ちていない。少なくともワクチンによって男性不妊に陥る可能性は極めて低く、逆に新型コロナにかかるとその恐れは決して無視ができないぐらいあるということになります。さらに SNS を中心にこんな話も広がっています。マイクロチップ埋め込まれるとか、なんか埋められて最終的に操作される、なんか人工 AI。 これはペットの体内に埋め込まれる直径2ミリ、長さはおよそ10ミリのマイクロチップです。組み込まれた個体識別のデータは体の外からも読み取れるようになっていて、迷子や盗難防止など動物愛護の観点から推奨されています。これと同じようなマイクロチップがワクチンに入っているという噂があるのです。もうありえないですね。そんなもう刺されたことも分かんないみたいな、そんな細い針に針が詰まることもないようにマイクロチップが通っていってっていうのは、それ発明できたらノーベル賞級ですよね。全くのデマですね。はい。そして不安を煽るこんな噂も。なんか2年後に打った人は死ぬみたいなのを見たんですよ。本当かどうかは分からないんで、なんか信じちゃいけないなと思うんですけど、どうなんかね、なんかちょっとそう言われるとちょっと気にしてしまう。打つと2年後に死ぬってよ。遺伝子が組み替えられるんだって。今回新たに開発されたワクチンによって体内に大きな変化が起きてしまうのではと不安視されています。私たちよく分かんないことはみんな怖がるんですよね。まあ私の知り合いでもいますけれども、高速道路運転全然怖くないけど飛行機は怖いって言って絶対乗らないとかですね。これ数字を出せば高速道路の運転の方が圧倒的に怖いのに、でも飛行機ってあんなものが空に飛ぶことなんていくら説明したらだって信じられない、だから絶対乗らないという人はいます。自分の頭ではちょっと理解できないということについては、当然こういろんな恐怖感とか危機感っていうのを持つのは当たり前のことだろうとは思います。打つと2年後に死ぬというSNS 上の噂については、デマの出所は大体多分ワクチンの実験に使ったネズミがみんな2年後には死んじゃったというやつなんですよね。ただネズミの寿命ってそもそも1年から2年なので、2年後に死んでて当たり前なんですね。そもそもまだ2年経ってないですけれども、未知のウイルスに対抗する人類史上初めてのワクチン、国内で若者への接種が本格化する中、一人一人がしっかり情報を知る必要があります。このワクチンに限らず他のワクチンすべてにも言えるし、すべての医薬品に関して言えることは、治験だけではわからないことは当然あるわけです。数ヶ月の経過を見てもわからないけど、10年ぐらい経過を見たら初めてわかる副反応、これは誰にもわかんないことなんですね。このワクチンに限って始まったことではないです。これだけを特別視するっていうのはちょっとおかしいかなと思います。まあもちろんですね、 mRNA ワクチンって今まで人類が打ったことないワクチンで、これは嘘でしょっていうものに対してもどうなのって思っちゃう気持ちももちろんわかるんですよね。真意がわからない限り、先生もおっしゃってたみたいによくわからないことに対して不安に思う気持ちっていうのはすごくわかります ね。ただ情報を集めていくっていうことはすごく大切なことで、今回改めて長崎大学の森内教授にお話を伺ったんですが、最後にありましたね、その安全確認されているかどうかというところについて、やるべき臨床試験は終わっていると。ただ全てのワクチンや新薬に言えることで、治験だけではわからないことも当然あって、何十年後に何億人に使って初めてわかる
る副反応もあるということなんですよね。ただかなり速いスピード感でね、いろんな試験は終えられてますよね。で、他にも体に磁石がくっつくっていう、これもデマであると。で、また乳がんのリスクが高まるんじゃないか、これも全く医学的根拠のないデマであるということでしたね。そして血栓ができるって本当と、こちらに疑問であるんですけども、海外で使用されている一部のワクチン、アストラゼネカ製のものを接種した若い女性で報告があるが極めて稀なケースと、まあ、ファイザーであったりモデルナでは確認されてないというようなお話でした。でもこういう情報を集めていく上で、和田さん、それでもやっぱり心配にはなるんですよね。そうですね、やっぱ今映像に出ていた不安っていうのも、私の周りの友人も結構鵜呑みにしているというか、それで悩んでる人も結構多かったので、そこはやはり自分で、まあ、しっかりと取捨選択をした上で判断していかなきゃいけないなと思います ね。 そうですね、こう情報を確かめていく上でも、じゃあこの記事のソースってどこにあるんだろうとか、書いている人ってこれまでどんな記事書いてるんだとか、そうやってこう深掘りしていくこと、ね、で自分の中でこの人の意見は信じるっていうようなものを見つけるっていうのも大事かなと思いますし、まあ、打つことでさっきのワクチンパスポートのように、まあ、これからできるようになることも増えていくかもしれません。何より集団免疫が獲得できないと、じゃあそこ以外での対策どうしていくっていう、国がやはり何月までに打ち終わるっていうのも順調に打ってきた前提で今プランを立てているという状況で、まあ、これから接種率がなかなか伸び悩んできたときに、みんなでどうやって考えていくかということですよね。いずれにしても周りから打てっていうふうにプレッシャーをかけられるっていうのは、もう自分の判断ですので、まあ、これはおかしいことだと思いますね。自己判断、情報を整理した上でワクチンについても向き合っていきましょう。